1 0 7ト、mm、ル迫撃砲 PGVM-38 とは、ソビエト連邦の迫撃砲である。m 1 9 3 8 1 0 7ト、mm、ル迫撃砲とも表記される。1 2 0ト、mm、ル迫撃砲 PM-38 を縮小化する形で設計されており、移動時には専用の台車に乗せた上で10発分の即応弾薬を搭載可能な全車を介して4等剣馬や、 自動車による牽引を行うほか、四輪式トラックに積載して運搬する。また、二脚、台座、方針の三つの部品に分解した上で、三頭のダバに多彩しての運搬も可能なように設計されていた。第二次世界大戦においては、主に山岳部隊の不評連隊に配備運用された。第二次世界大戦後も、ベトナム戦争において、 南ベトナム解放民族戦線に供与され、アメリカ軍や南ベトナム軍への攻撃に用いられた。最近では2011年リビア内戦において、ハンカダフィ勢力がこの法を用いていることが確認されている。ウィキメディアコモンズには o n ミには 107mm 迫撃砲、GVPM-38 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。